お疲れ様です舞姫大学特別講義になります速のです、まあどんなねブログが資産性があるでしょうかというご質問をいただいたということでなみ、まあ、さんの方から動画の方が送られてまいりましたまあどんなブログを作ったらいいのかどんなテーマがいいのかさまあ、様々悩むことは分かりますけどもまずはこれでいいのかなと思いながらも記事を書くことがスタートじゃないかなと思うんですよね。 そして記事を書いた後でこんなブログだったんですけどもいかがでしょうかということで書いた後に修正をいただくとかね指摘をいただくみたいなことをするといいんではないかなと思うんですよ、まあ、とりあえず躊躇して何もやらないよりはもう始めてしまうことなのかなと思いますトレンドブログならトレンドブログを10記事とかね20記事とか書いてみてでその URL を送ってまあコンサルをいただくと トレンドブログもいいんだけども扱うトレンドはこれにしようとかねそれからトレンドブログでは、まあ、どんなねことが皆さんに読まれやすいかそしてもう一つどんなものが報酬になりやすいかっていうことをね、えーまあ、詳しくお話しできるんじゃないかなと思うんですよ、えー、そしてこのようにね、まあ、ナミさんの方に ご質問を上げててらっっしゃってそれで回答が来ますよねそのこと自体を記事にするっていうのもいいと思います。というのが、まあ、ブログにしても何にしてもネットビジネスをやろうとした時に感じる疑問質問つまずきっていうのは多くの人が同じところで同じように感じるからなんですよ。ということでねまああのナミさんの方にいろんなご質問をあげてそして確実に回答が来ると思うんですよね。でそのことを記事にすると。 いうこと。ネットビジネス Q&A、ブログ Q&A、YouTubeQ&A みたいな形で質問があるたびにそれを記事にして回答を貼り付けていくとそれがネットビジネスのねバイブルに自然になるんじゃないかなと思います。それはやっぱりアクセスをものすごく期待できるものになると思いますね。で自分自身の問題解決にもなるしまたこれから出会う 読者さんとか視聴者さんの問題解決もなると思うんですよね。ということで今回私がお勧めするのは、ご自身で抱いた疑問・質問を Q&A とする、まあそういうふうなね、回答型のブログ、こんなテーマはいかがかなというというころでございました。それでは、これからもよろしくお願いします。お疲れ様です。